日はですね、境浜のゆるゆるぐたぐたオフ会に今日は来ております。うわすごい中。すごい。これ早い。おすすめポイントみたいな。おすすめポイント。はい。まあ乗ってくださいとしか言いようがない。あ、ほんまですか。会長ですか。そうですね。これは会長。この答えは会長です。あなんかすごいなんか似てる。すごい。なんかすごい可愛いな。可愛いな。可愛い。あこれ作ってもらったんですか。すごい。ちょっと見せてください。あいいんですか。見てください。アバルト。パンダ 500X ですね。パンダ500。いやすごい。一緒にお仕事されてるんですか。いや僕が言って作ってもらいました。でそのまま販売しちゃいましょう。うんすごい。これはすごい。でお車のオーナーですか。そうですか。和歌山から。和歌山から。じゃあもうここ買わした。ダバルト。これはもともとこういうもともとポインポインです。いやそれは素晴らしいですね。じゃあまた連絡ください。
連絡やねん。 YouTube やってるんでって。僕も最近始めたんで、またほんまですか。まだちょっと連絡ください。裏に YouTube の中のあれがあります。ありがとうございます。何の YouTube なんですか。私生活あのくだらんことですけど、はい、まあ、あのチャンネル登録またしますんで。あのパンダ、あ、パンダです、オーナーさんです。はい、あ、整備パンダ。めっちゃ顔になってるやん。目うるうるしてる。かわいいなぁ。見て、なんかカブトムシの、カブトムシちゃうわ、何やったっけこれ。そう、テントウムシ。かわいいなぁ。え、普段からこんなついてるんですか。普段もこれついてるんですか。今日だけですか。今日だけなんや。今日しようか。昔出てたけど外れた嫌やな。すごい派手やな。レッドブル、え、レッドブルの宣伝の人。しようなんじゃ。でもこれ早いね。これもここにおるで、早い人。レッドブルじゃないんや。レッドブルです。レッドブルの宣伝、あのオーバードライブっていう車の映画なんですよ。それに実際使った車です。なんですか。そうなんです。なんか私取られてます。はい。バレました。はい、あのそうなんです。燻製屋なんです。燻製屋さんですか。もうあの50年以上になるので、金剛山のふもとで。金剛山。金剛山なので千葉や坂村から来ております、はいはい。大阪唯一の村から。そうなんですか。本当にございます。委託販売。ドア出てるんですか。はい、ああ。さんとかにも出させてもらってます、はい、明治屋さんに入れさせてもらってるんで、はい、あとその道の駅で売ってるところを追っかけて、車で追っかけてホットドッグを売ってるという、はい、すごい、めっちゃ美味しそう。おや、すごい、めっちゃうまそう。Thank you.
ってみてる。トーク犬ドッグってあかんやろ。犬の、はい、犬垣さんです。犬垣さん、東京で飼育されてる方で、で大阪は唯一のブランドです。美味しいですか？YouTube 載りますけど大丈夫ですか？いいですよ。大丈夫ですか？よかった。4人8人。ありがとうございます。四つ葉です。あ、四つ葉。よ、いや、四つ葉キッチン。シニアちゃいます、ね。シニアと違う四つ葉キッチンさん。見た目で言わんといてください。インスタとか上げてるんですか？インスタはやってます。来週は和歌山。来週は和歌山。フルベジ。フルベジ。フルベジ。フルーツベジタブルですか？おー。フルーツ。いいね、いいね。っていうのが。はい。時間があれば行きますか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。次は、和歌山のフルーツベジタブルフェスタです。はい。じゃあ、ご協力ありがとうございます。はい。ありがとうございます。じゃあ帰ります。はい、おはようございます。お世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。